海の王子は、藤子不二雄による日本の漫画作品。当初は、高垣葵の原作だが、中盤以降は藤、藤子不二雄の作品となる。1959年に、週刊少年サンデーの創刊号から連載され、1961年14号まで続いた。また、別冊少年サンデーや、同社の学年別学習雑誌にも掲載された。 藤子藤士尾初の週刊誌連載漫画である。世界各地で起きる悪の組織による事件を海底王国会員からやってきた海の王子と妹の妻がスーパー戦闘機、ハヤブサ号を買って解決する SF 冒険談海の王子側のキャラクターを藤本博士が担当し、悪者側のキャラクターを阿ビコ元が担当するという藤子藤士尾の二人の絵の 特徴を活かした作品に仕上がっている。後年、石井被災地がパロディーとして、海の王子という4コマ漫画を執筆している。以下、登場人物たちの年齢は全て不明である。はやぶさ号とは、海の王子たちが狩る、ロケット戦闘機であり、海底王国、カインのザイル博士が開発した。後に知恵の博士らによっても、幾度かの改造が施されている。本来は、 潜水艇なのだが、翼を展開することで空を飛び、先端のドリルで地中を航行することも可能。挙げく宇宙空間での行動も可能な万能の戦闘メカ。基本的にメインパイロットを海の王子、サブパイロットをジマが務めるが、後日の自動操縦装置も装備されており、知恵の博士や花さんでもある程度の操縦は可能。以上、2010年現在すべて絶版。 ありがとうございます。